皆さんこんにちは。なるほど点です。今日もレプスファルト3で遊んできます。1の20ステージですね。なんか1のボスって書いてある。面白い。一応20ステージです。とうとうボスですね。ボス出るんですかね、出ようと思ったら思いっきりステージがもうボスだった。危ない。おっと、さあ今まで頑張ってきた、あたぶつかった。おー、いろんなもの出てきますね。ボスどうやって倒すか分からないけど、多分この松ぼっくりみたいなの投げるですかね、きっと。ファイヤーボールみたいな感じで。なんかたくさん、ほら出てきてるから、きっとそうでしょう。おや、クローバー欲しい。あ、これ無敵？よし、無敵。おぉ、炎ちゃん倒せるってなかなかないですけどね。あ、切れちゃった。切れるタイミングわかんない。お、アイテム。お、マグネット。これ難しいんですよ。滑るから。よし。マグネットも時間制なんですかね。ちょっとこれ倒しとこう。危ない危ない。あ、マグネット。ちょっとマグネットじゃん。うりゃー！よーし。ここもジャンプ。お願い、クローバー来て。あ、2つ来るの？よしよし、ちゃんと回収しておかない。あ、当たっちゃった。厳しい。おお、取れちゃう。なんでますか？ボスですね、多分。すごい余裕でハイでしますよ。あ、ぶんない、あぶんない。え、出ないの？ボス。あ、出る。出た出た。ちょっと待って、なにこれ、なにこれ。え、どういうこと？後ろから攻撃してるってこと？減ってます？あ、これ顔狙うってこと？そういうことですか。あと1個しかないですけど。おお、すごい。すごい減りますね。頭が相当弱いですね。うりゃ。おお、倒しました。ありがとうございます。いや、面白いですね。頭、ヘルメットかぶればいいんですけど、かぶと、かぶとですか。あれ、クリア？全面クリアですか？そんなことないですか？さすがにワールド2行きますか？よーし。さあ、ということで、今回の動画、以上となります。他にもたくさん動画ありますよ。そちらもご覧くださいませ。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。